リドカインは世界で最も広く使用される局所麻酔薬であり、抗不性脈薬でもある。また、神経痛や手足の痺れの症状の一部にも有効である。静脈投与が可能な局所麻酔薬。塩酸塩である塩酸リドカインのほか、いくつかの有効な化合物がある。塩酸リドカインのアストラゼネカの商品名はキシロカインである。1943年、 スウェーデンの科学者、ニルス・ロフグレンとベングトルンドベリが開発したアミド型局所麻酔薬。1948年に販売された。局所麻酔作用が最も強いとされるテトラカインよりも、作用や作用時間の点で若干劣る。しかし、テトラカインよりも毒性が弱く十分な薬効を持つため、リドカインを使用することが一般的である。あるいは毒性を考慮しながら、 テトラカインとの混合物として併用する。麻酔部周囲の血管を収縮させ、少量の麻酔剤で持続的な効果を得るためと、止血作用により、十中の出血を抑制するために、アドレナリンなどの血管収縮剤等が配合された、キシロカイン注射液0.5%、エピレナミン含有がある。プロカインと比較すると使用性、タンパク結合能がいずれも高く、麻酔作用。 持続時間とも長い。作用時間を長くするには、アドレナリンと併用すればよい。ただし、指先のように、不可逆的なエシを引き起こす恐れがあるために、アドレナリンの併用が不可能な部位も存在する。リドカインは、白色から、この黄色の結晶あるいは結晶性の粉末である。メタノールまたはエタノールに、極めて溶解しやすい。酢酸あるいはジエチルエーテルに溶解しやすい。 水に不溶解である。キエ塩酸に溶解する。なお、リドカインはそのままでは水に溶けにくいため、リドカインをキエ塩酸に規定量を溶解させて得た塩酸リドカインを注射薬とし、日本薬局方においてリドカイン注射液と称する。塩酸リドカイン注射液は、水性で無色調明の液体である。イオンチャネルの一種であるナトリウムチャネルに結合し、 ナトリウムイオンの透過を阻害して、活動電位を不活性化することにより、神経伝達を遮断する。心拍にもナトリウムチャンネルが関与しているため、不静脈改善効果を期待して使用される。0.5%、1%、2%のリドカイン製剤が市販されている。表面麻酔、新純麻酔、伝達麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔に用いられる。 抗不正無薬薬としては、ボーン・ウィリアムス分類の 1B 群に該当する。この群は、アプリンジン以外は、心室性不正無薬にのみ適応がある。かゆみ止め用途の外用薬や、点微薬が一般用医薬品として市販されている。リドカインのタンパク結合率は、60%から80%の間とされている。血液循環に入ったリドカインは、 血液の関門や胎盤を通過することが知られている。また、乳中へも移行するものの、乳中中のリドカインの濃度は、血清中における濃度の40%程度であった。リドカインは、主に肝臓で代謝される。肝臓では、サイプ 1A2 やサイプ 3A4 やサイプ 3A7 によって、第3級アミンになっている部分から一つだけ、エチル元を外して、 第二級アミンに変換されたり、ベンゼン環の水素が水酸基に置換されたりする。しかし、リドカインや肝臓でのリドカインの代謝物は、肝臓からではなく、腎臓から尿中へと排泄される。なお、尿中へは、多くが代謝物の形で排泄され、未変化体で尿中へと排泄される量は少ない。ありがとうございます。